トム・ジョーンズは、イギリスの小説家ヘンリー・フィールディングの小説で代表作。18世紀のイギリスが舞台。1749年に発表された。正式な題名は、ステゴ・トム・ジョーンズの物語。日本語訳は、主、ムタ・ナツオ役で、岩波文庫がある。サマセット・モームが、世界の10大小説の一つに挙げている。1963年に、イギリスで、 トニー・リチャードソン監督により、トム・ジョーンズの華麗な冒険として映画化されている。また、宝塚歌劇団が映画の放題と同じタイトルでミュージカル化している。ある日、大事主オールワージーの屋敷の寝室で、捨て子の赤ん坊が見つかる。大地主は赤ん坊をトム・ジョーンズと名付け、トムは裕福なオールワージーの容姿として、オールワージーの妹、ブリジットの息子である。 ブライフィルと共に育てられる。トムは、地主の娘ソファイアと、相思相愛になるが、ソファイアは、両家の親により、ブライフィルと婚約させられていた。陰謀家のブライフィルは、トムを中傷して、オールワージー家を追い出してしまう。トムは、ロンドンへ向かい、ソファイアものから追ってくる。ところがトムは、美男子すぎて行く先々で、女性たちに言い寄られ、血統騒ぎに巻き込まれたり、 肉体関係を持ったウォーターズ夫人が自分の母親だという驚愕の事実が明らかになるなど波乱に満ちた暮らしをする。最後にトムが本当はブリジットの息子であったことがわかり、トムはソファイアと結ばれる。ありがとうございます。